こんばんは、スポーツ愛媛です。愛媛にバドミントンの社会人チームが新しく誕生しました。今年日本最高峰の実業団選手権に出場、D1 コーチの力も借りて愛媛国体の成功に向けて動き出しました。小串代、末前の活躍で近年国際的にもレベルが上がっている日本のバドミントン。競技力向上に向け日本バドミントン協会では底辺を拡大しようと5年前から女子のトップが集う全日本実業団選手権大会への都道府県の選抜チームの参加を認めるようになりました。そして今年、愛媛県選抜チームが初めて出場することが決まりました。本当に多くの方々協力いただいて参加できるようになりましたので、本当に感謝の気持ち忘れずにですね、予選突破して決勝トーナメントまで勝ち上がっていきたいという意気込みですね。話をいただいた時はこんな話が来ると思ってなかったので、すごく嬉しく思いました。これまで県内では社会人が競技を続ける受け皿が少なかったため、今回のチームの誕生が愛媛国体にもつながると期待されています。愛媛県選抜の立ち上げメンバーは6人。チーム1のパワーヒッターで副キャプテンとしてもチームをまとめる佐伯、粘りのあるラリーで試合を組み立てる立田、その立田と新田高校の同期でダブルスの名手松原、スピードがあり大学時代シングルスで中四国大会優勝経験を持つ浦田、テクニックがありゲームメイクにセンスが光る白石、さらにキャプテンの小田など、インターハイ、インカレ、国体など全国大会出場の実績と経験を持つえりすぐりの選手で晴れの舞台に臨みます。そしてこの愛媛県選抜チームに強力なコーチが加わりました。マレーシアのイズワンコーチです。マレーシアはバドミントンが国技となっている世界トップクラスの強豪国。イズワンコーチはマレーシアのプロのクラブチームヌサ・マハスリでコーチを務めながら教職員としても指導していて、教職員の全国大会ではシングルス優勝経験もある凄腕コーチです。Dan peluang ini saya akan gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualiti permainan badminton di Jepun. Seperti yang saya pernah katakan kepada pasukan nasional Jepun. 今度はもう一年中彼が愛媛にいて指導してくれるということなんで、もう彼には非常に期待をしております。イズワンコーチは愛媛県バドミントン協会専属コーチとして2月から活動していますが、4月からは日本ナショナルチームのジュニアのコーチにも就任。スタンスの幅やコンマ1秒のスピードへのこだわりなど、細かく具体的なアドバイスを送ります。世界は違うんだなって思いますね。具体的に教えてくれるので、やっぱり分かりやすいですね。実際に見本を見せながらやってくれるので、真似をするというか、すごくフレンドリーな感じで、そうですね、何でも話せる。Bergabung tenaga dengan jurulatih yang ada dalam kawasan Ehime untuk meningkatkan prestasi semasa pemain-pemain yang sedia ada。今月29日から行われる全日本実業団選手権はダブルス2試合とシングルス3試合で争われ、予選リーグを勝ち上がれば決勝トーナメント1回戦で日本のトップクラスのパナソニックと対戦できます。愛媛国体に向けてぜひつなげていきたいという気持ちでいっぱいなんで、この1年目をですね、ぜひ成功させて、でいい結果でこう愛媛に帰ってきたいと思います。勢いでとにかく目先の1勝、そして決勝トーナメントに出場できるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。強力なバックアップを受け、ついに船出した愛媛県選抜チーム。6人の選手が愛媛のバドミントンに新しい歴史を作ります。社会人になってから競技力を維持していくのは非常に難しい、その意味でこの大きな一歩を踏み出したと言えそうです。全日本実業団選手権は今月29日から石川県で行われます。以上、スポーツでした。